るちゃんがいます。こんばんは。なんかめっちゃカクカクしてますか？もう本当にね、ちょっと緊急事態の大雨でルコめっちゃ濡れました。本当はねすぐ家に帰れる予定だったんですけど、なかなか帰れなくて、お家にちょっといろいろあって、雨やばくて。名古屋大丈夫ですか？今ワクワクしてない？そう、無事帰れました。そう、本当はねもっと早くショールームしたかったの。今もうやばくて、雷もやばくて、名古屋はもう本当に本当にやばいです雨が。ということでちょっとね、今日発表があったんですけど、早速本題に SK48 の33枚目シングルの選抜メンバーに選んでいただきました。私はフラストレーションから、ありがとうございます、たくさんのおめでとうありがとうございます。私はねフラストレーションから25枚目シングルかな、フラストレーションから選抜メンバーに入らせていただいてるんですけど、本当にもう何度経験しても嬉しいし、本当にもう本当に感謝しかないです。いつも応援してくださる皆さんには、なんか映像がね最初 YouTube で今日ね選抜の解禁とかあったんですけどね、本当にその映像が最初流れたじゃないですか、選抜メンバーので、ルカの名前がね最初にねあ行でチームメイトだから、ルカが最初だったからびっくりして、むっちゃドキッてして、なんか本当にありがとうございます、本当にありがとうございます。33枚目シングル、いやもう言いたいことがありすぎるんですけど、でもまたこれからゆっくりお話ししていこうと思うんですけど、まずは10月の2日に SK48 の33枚目のシングル告白心拍数が発売されます。今日ミュージックビデオが解禁されました。そうでね、今日生配信があって、ちょっとみんなとリアルタイムで10時からねミュージックビデオ見る予定だったんですけど、ちょうどね写真集のなんかお話をねちょっと してたから、本当メンバーがねリアルタイムで見てて、本当途中ぐらいからしか見れなかったんですけど、見てくれました？あ、仕切り？そう、なんかね今日の生配信仕切りで MC で、本当に配信がある数時間前に知ったんですよ、そのなんか台本とかで。それで MC ルーちゃん MC だったよって言われて、えっ！？もうすぐ台本見て、そしたらなんかユキさんと司会で、でもルカは全然喋る喋るセリフがなくて、ずっとユキさんがねあってセリフがいっぱいあって、本当ユキさんすごいなと思って、私にはできないって思いながら
本当すごい。ゆきさんだってゆきさんも MC だったんですけど、2人でね数時間前に知ったんですよ。でさ、なんか本当台本に書いてないこともめっちゃ喋ってて、ゆきさんが本当にすごいと思って。ゆきさん同じハーフツイン、ハーフアップで、まさかの偶然。ゆきさんとはね音楽の日で一緒だったりですし、先輩の中でも本当に特に仲のいい先輩なので嬉しかった。ゆきさん本当すごいねっていう、なんか本当ファンの方の気持ちです。なんかファンの方もゆきちゃんの MC すごいみたいな、本当にそういう気持ちです、ね、でなんと MC でした。びっくり MC でした。みんなびっくりしたでしょ。とかもびっくりでした、うん、はい。そしてなんと今回もあ、今回もねなんと2列目の真ん中で踊らせていただきます。そう、ジャケ写とかもね、そう本当はねアズアズと隣だったんですけど、アズアズがねコロナになっちゃって、本当にそうだからリュカめっちゃね悲しくて悔しくてね。そうなんです、ジャケ写だけでも一緒に映りたかったけど、そのなんかそう、まあ、ね全員のはねアズアズがいるんですけど、そうほんとアズアズが隣にいます。ジャケ写のタイプ B にいるんですけど、私はそうなんです。でもなんかそう、本当になんかなんだろう、どう言葉にしたらいいかあらわからないぐらいとっても嬉しくて、ちょっとね今帰ってきてすぐ配信してるので、配信ボタン押したので、ちょっとうまく言葉にできるかわかんないんですけど、なんかずっとね今まで3列目の一番後ろの一番端っこがなんか私のポジションというか、なんか本当になかなか前に行けなくて、本当にどうしようかなって結構真剣に考えた時もあって、で前回の愛のホログラムで2列目に選んでいただいて、もう本当に皆さんのおかげなんですよ。もうみんながいなかったら本当にルカ今ここにいないなって本当に思うし、でみんなが応援してくれて、なんか今回もね2列目なんですけど踊らせていただいて、本当になんか当たり前じゃないから、本当にこういうことってもうみんなが私をこの位置にしてくれて、でも本当にだから2列目、愛のホログラムが2列目だったからこそ、本当に次もなんか次もどうなるか分からなくて、でもね皆さんがたくさん会いに来てくれたり、ルカのことをずっと支えてくれたから今回も2列目に入れると思うし、やっぱりなんか、まあ、前回ねなった時とかもやっぱり私がフラストレーションの時、初めて選抜に初選抜で選んでいただいた選抜の時よりも、まあ、先輩メンバーは
さん卒業されて、まあ、だからなんか前に行けたんだろうっていうみたいなねコメントとかもまあいただいて、まあ、それが私的にはすごい悔しかったというか、うん、やっぱりまだまだ実力だったりとかやっぱりね、なんだろう、やっぱこれからもっと頑張りたいし悔しいなってちょっと思ったんですけど、でもファンの方がね私をここまで押し上げてくれてくれたので本当にやっぱり逆にね見返したいなって気持ちもあったりだとか、今回2列目に選んでいただいたのは応援してくださる皆さんのおかげはもう第一なんですけど、やっぱなんか11月にね写真集も発売させていただきますし、なんかすごい今絶対試されてるなって自分思ってるので、ここでねちゃんと結果を残して絶対に2列目から落ちたくないし、もちろん1列目だったりもっともっとこれから上へ行けるように大好きなくまさんの後ろで踊れることがもう本当に嬉しくて本当に嬉しいんです。もう本当に嬉しいので、しかも今回はねかっこいいもうバチバチに決めた曲なので、今日も実はね1日ねフリーレだったんですよ。新曲の今日初めて告白心拍数のねフルサイズで踊って、もうなんかそう本当メールで書きそうになっちゃって、今日は朝からフリーレみたいなやばいと思って、そうからの今日で、だからねもっとねそのかっこいいところ見せてるーちゃんを押したいなって思ってもらえたりとか、るーちゃん押しててよかったって思えるアイドルでね いたいなって思うので、ぜひこれからもそばにいてください。皆さんこっからが私も勝負だと個人的に思ってるし、皆さんとならここで満足せずもっと上へ行けると思ってるので、トーク会だったりも始まりますしね、まだねこれもこちらも最新で会える私に会える現地でトーク会はこの9月7日の浴衣の残り7部と8部と、9月8日の7部と8部なので、会いに来てくれたら嬉しいなって思うし、やっぱねそう、終わっちゃう、またショールームするね。ありがとう。